イテム番号。SCP、JCG、JPJ。オブジェクトクラス、デュエル。特別収容プロトコル。SCP、JCG、JPJ はサイト、81の金庫の中にコレクションされています。現在、SCP、JCG、JPJ は財団の購買にて米版はシリーズ3日版はシリーズ2その他の国のものはシリーズ1まで1パック5枚入り150円で好評発売中であり。休憩時間内であればバーチャルシミュレーションが常設された特別実験用サイト、81において自由に当該オブジェクトを使用したカードゲームを行うことができます。ルールとマナーを守って、楽しく実験しようぜ。説明。SCP、JCG、JPJ は裏面に、スピード、カード、プロテクションのロゴが印刷されたカードゲームです。このロゴは SCP、JCG、JPJ の種類がいかなるものであっても共通です。SCP、JCG、JPJ は現在までに3種類が確認されており、口述する異次要請に暴露した人物は、それぞれの SCP、JCG、JPJ を、オブジェクトカード、タルカード、人事カード、と呼称しています。SCP、JCG、JPJ の異次要請は、当該オブジェクトに人間意志を持つ存在が触れることにより現れます。SCP、JCG、JPJ に触れた暴露者は、スピード、カード、プロテクションのルールを即座に理解し、好戦的な性格に変化します。そして、SCP、JCG、JPJ に触れ続けている間、どんな些細な喧嘩や相違であっても、スピード、カード、プロテクションの勝敗によって決着をつけるようになります。この好戦的な性格は SCP、JCG、JPJ に触れ続けることを中止すれば解消されます。以下は SCP、JCG、JPJ に暴露した財団職員による、スピード、カード、プロテクションのルールを説明させる実験において得た情報をもとに財団購買部が制作したルールブックの一部です。
SCP、TCG、JPJ は2008年7月日に当該オブジェクトが封入されたカードパックが財団の購買に突然出現したことから、発見に至りました。開封は行われず、カードパックの状態を保ったままサイト、81の金庫にて保管されていましたが、2008年7月日に実験のために金庫からカードパックを取り出した財団職員により開封され、内部の SCP、TCG、JPJ の存在が明らかになりました。当初、カードパック自体に開封を促すような精神的作用があるのではないかと推測されましたが、新たに購買に出現したカードパックを使用した実験において、カードパックに対しての維持要請は認められないとの判断がなされました。また、SCP、TCG、JPJ による大規模な収容違反の可能性が考えられたために、全国のカードゲーム量販店等の監視が約1年にわたり行われましたが、SCP、TCG、JPJ の出現は確認されなかったため、収容違反の可能性は低いと判断されました。以降の SCP、TCG、JPJ の記録については、インシデント記録、SCP、TCG、JPJ を参考にしてください。インシデント記録、SCP、TCG、JPJ。年月、主な出来事、2008年7月日、SCP、TCG、JPJ の米版シリーズ1のカードパックの出現を初めて購買部にて確認。維持要請のある物品としてサイト、81の金庫にて保管。以降、1週間に1度、定期的にカードパック数個が購買部にて出現する様子が確認される。2008年7月日、実験のために金庫からカードパックを取り出した財団職員により SCP、TCG、JPJ のカードパックが開封される。それにより中身の SCP、TCG、JPJ の存在が確認される。SCP、TCG、JPJ もサイト、81の金庫にて保管される。2008年7月日、SCP、TCG、JPJ による大規模な収容違反が推測されるため、全国のカードゲーム量販店等の監視が開始される。2009年7月日、1年間の監視の結果、SCP、TCG、JPJ は財団内には変わらず出現が確認されていたが、カード量販店等では確認されず、収容違反の可能性は低いと判断。以降は必要最低限の監視のみ行われる。2010年4月日、各国支部との会合の際、すべての支部において SCP、TCG、JPJ、他国支部では他の番号にてナンバリングされている、の存在が確認される。米国においては新人職員のオリエンテーションにおいて使用されているとの報告を受け、日本支部においても SCP、TCG、JPJ の実用化に向けた会議が開始される。2010年6月日、SCP、TCG、JPJ のロシア版シリーズ1の出現を確認。2010年9月日、日本支部理事会において SCP、TCG、JPJ の日本支部内での活用方法においての会議が行われる。無作為に選択された財団職員に当該オブジェクトを配布し、1ヶ月間にわたり観察を行う実験が承認される。2010年10月日、1ヶ月間にわたる実験が終了する。SCP、TCG、JPJ の実験に携わった職員全員の勤務態度、士気の向上が確認され、SCP、TCG、JPJ を伴った実験においての有用性が証明される。日本支部理事会議より、一般職員に対しての SCP、TCG、JPJ の使用が承認される。さすがにこのオブジェクトの売買に関しての予算は発生しないのでそのつもりで、日本支部理事、指示。2011年8月日、米国支部にて SCP-682、不死身の爬虫類、の封じ込め違反の際、SCP、TCG、JPJ を使用することによる封じ込めに成功したことから SCP、TCG、JPJ のオブジェクトに対する有用性についての会議が行われる。なお、封じ込め違反時、SCP-682、不死身の爬虫類、は自身のカードが他のカードと比べて非常に使用が困難であったことに対して激高している様子であった。以降に出現した SCP、TCG、JPJ にて SCP-682、不死身の爬虫類、の効果テキストが変化していることが確認された。変化前。
変化後。よし。SCP-682。2011年9月日、SCP-KCG-JPJ の米版シリーズ2の出現を確認。同時にオブジェクトをモチーフにしたカードホルダーやサンドボックスケース、カードスリーブ等の販売を開始したため、1ヶ月程度、財団購買部には SCP-KCG-JPJ 関連商品が並ばないという事態が発生した。2011年11月日、米国支部にて世界初の SCP-KCG-JPJ の世界選手権が行われる。米国支部のブライト博士が優勝する。その後、ブライト博士が財団で二度としてはいけないことの公式リストに、初心者職員に対し SCP-KCG-JPJ において、シャークトレードを行うことは禁止されています、の文章が追加される。この際、各国支部会議において、世界選手権におけるカードテーブルを映像として映すのみの対決における迫力の少なさ、及び観客への体感を伴ったパフォーマンスの尊重を理由に、バーチャルシミュレーションシステムの導入が決定される。このバーチャルシミュレーションシステムの開発においては各国支部より代表者を数名選び、早急に開発が進められる。2011年12月日、各国支部会議において世界選手権の出場者のサンドボックスの分析が行われ、ほぼ全員のサンドボックスに投入されている。及び汎用性の高さと能力の強力さといった理由から SCP-682、不死身の爬虫類、が世界初の永久収容オブジェクトに認定される。永久収容オブジェクトは公式大会において使用できない。2012年5月日、SCP-KCG-JPJ のフランス版シリーズ1の出現を確認。それに伴い、完成したバーチャルシミュレーションシステムが全国のサイトに向けた中継において発表。各国の特別実験サイトに配備されることとなった。常に順番待ちが起きる事態が発生しているため、増設が急がれる。2012年12月、日、各国支部会議において SCP-297、鋼入りの弾、など一部のカードが女性職員からの進言により性的被害を連想させるとの理由で永久収容オブジェクトに設定される。ブライト博士が財団で二度としてはいけないことの公式リストに、SCP-KCG-JPJ において、女性職員に対し性的被害を連想させるようなオブジェクトのみで構成されたサンドボックスを使用することは禁止されています、の文章が追加される。なお、以降 SCP-KCG-JPJ のカードパックからは、今回永久収容に認定されたカードが確認されていない。そのため各国支部において非常に高価で取引されている。2012年8月日、SCP-KCG-JPJ の韓国版シリーズ1の出現を確認。財団購買部と隣接して、エージェント様への経営する、SCP-KCG-JPJ のバラ売りを専門とするカードショップ、差し前、が開店。それに伴い、SCP-KCG-JPJ の価格相場が安定する。2012年4月1日、この日のみ、数量限定で SCP-KCG-JPJ のジョークシリーズの出現を確認。そのため、各国支部の購買部にて甚大な人的被害が確認され、急遽、緊急各国支部会議において、毎年4月1日には購買部でジョークシリーズの抽選販売会が開催されることが決定される。なお、ジョークシリーズは公式大会では使用できない。ジョークシリーズ一例。2013年1月日、SCP-KCG-JPJ の中国版シリーズ1の出現を確認。2013年2月日、財団職員からの提案により、特別実験サイト81において、バーチャルシミュレーターを利用した特別な財団フィールド、及びオブジェクト同士のクロステストシステムの開発が開始される。
再生終了。対象、特別実験サイト、81、付近でセミ取りをしていた名船博士。およびその名船博士に対し何らかの理由で叱責を行っていた超石検査員。付近、実験中、対象はバーチャルリアリティシステムが導入されたゴーグルを装着している。名船博士、森、ですね。超石、超石検査員。確かに本当に森にいるみたいですね。そよ風の感覚、森のざわめき、そのまま感じます。名船博士、では実験開始だそうです。お相手、よろしくお願いします。超石、超石検査員、は、はい。名船博士、では私のターン。私は SCP-1450、玉虫色の昆虫、でユークリッドのサンドボックスにクロステストします。超石検査員、あれ今、私のサンドボックスの保護力が2減ったんですけれど故障ですか ?SCP-1450、玉虫色の昆虫、の確保力は1ですよね。名船博士、どうやらこの森の財団フィールドは、昆虫のオブジェクトを強化する効果があるようですね。超石検査員、な、名船博士のサンドボックス、ほとんど昆虫のオブジェクトで構成されていませんでしたっけ名船博士、つまり今の財団フィールドのままだと、私が有利ということですか。超石検査員、私のターン、まず私は自分のユークリッドサンドボックスの保護力を3減らします。そして SCP-846、ロボ男、で名船博士のセーフサンドボックスにクロステスト。超石検査員がクロステストを仕掛けようとした瞬間、バーチャルリアリティシステム内の映像内に雨が降り始める。超石検査員、は、なんですか?名船博士、どうやら雨が降ると、機械系のオブジェクトは弱体化してしまうようですね。私のサンドボックスの保護力が減っていません。超石検査員、さっきから私ばかりむごい目に遭ってないですか?名船博士、これも実験ですから。超石検査員、納得いきません。これで私はターンエンドです。名船博士、では私のターン。ピット。超石検査員、今何を押したんですか?名船博士、気にしないでください。私は SCP-1450、玉虫色の昆虫、で、SCP-846、ロボ男、とクロステスト。超石検査員。な、名船博士。今、なんと?雨に打たれ体の一部から電気を発している SCP-846、ロボ男、に SCP-1450、玉虫色の昆虫、が胸部の色素胞細胞のプレートの色彩を変化させながら群がる。しかしそこでバーチャルリアリティシステムの映像が途切れ、風景が実験室内へと戻る。名船博士。ふむ。オブジェクト同士のクロステストに関しては、まだまだ研究の余地があるようですね。お疲れ様でした、超石検査員。超石検査員。もう何がなんだか。実験結果。バーチャルリアリティシステムにおいて財団フィールドのシステムに関しては問題なし。しかし、オブジェクト同士のクロステストのシステムに関しては今後、さらなる SCP、TCG、JPJ の研究が必要となる。開発予算の増額を決定、日本支部理事、ヌエ。2013年4月日、SCP、TCG、JPJ の大黒版シリーズ1の出現を確認。同時に、1週間行方不明となっていた桑名博士が発見され、その所持品の中から現在まで未確認の SCP、TCG、JPJ が発見される。桑名博士は異世界を旅行してきたと証言しており、SCP、TCG、JPJ が異世界においても販売されている可能性が高いため、現在調査が進められている。2013年5月日、SCP、TCG、JPJ のスペイン版シリーズ1の出現を確認。2013年6月日、日本支部理事会の承認により、今後オブジェクトの概要の記憶が容易になるとの理由で日本支部での新人職員のオリエンテーション時に、初心者財団職員向け構築済みサンドボックスが配布されることが決定される。2013年7月日、SCP、TCG、JPJ の日本版シリーズ1の出現を確認。2013年9月日、
日本支部において第2回 SCP、TCG、JPJ 世界選手権が行われ、日本支部の神山博士が優勝する。それに伴い、神山博士が使用していたテイルカード、解放、が世界初の永久収容テイルとして認定される。2013年10月日、特別実験サイト、81、において、特別な財団フィールド、及びオブジェクト同士のクロステストシステムが導入された設備の設置が行われる。それに伴い、財団フロント企業と購買部での共同開発が行われていた、SCP、TCG、JPJ を設置するだけで周囲にオブジェクトやテイルの映像が投影され、前述した特殊なルールにも対応しているバーチャルシミュレーション機能を内蔵した、腕輪タイプのフィールドテーブル。ファウンデーションディスク、通称、FD、が全国のサイトに向けた中継において発表と同時に発売。そのため、各国支部会議において SCP、TCG、JPJ の特別ルールについての協議が行われ、特別版ルールブックの編成が決定された。2013年11月日、日本支部において第3回 SCP、TCG、JPJ 世界選手権が行われ、日本支部の大和博士が優勝する。その後しばらくの間、大和博士の殺害件数が類を見ない速度で増加した。2013年12月日、SCP、TCG、JPJ の米版シリーズ3の出現を確認。カラスマ教授による、SCP、TCG、JPJ に伴う日本支部内の使用サンドボックスの統計と変化、及び傾向についての対策と持論、と題された論文が製本され、財団購買部の年間ベストセラーとなる。2014年5月、日、日本支部において新人職員向けの SCP、TCG、JPJ 専門のオリエンテーション、アカデミア、が毎月無党博士、海馬博士によって行われることが日本支部理事会によって決定される。彼らはこの SCP、TCG、JPJ の研究において常に最前線を競い合っていた。これほど適材な職員は他に存在しないだろう、城之内博士。2014年7月日、要注意団体、RE カードイエットが独自に SCP、TCG、JPJ を制作、一般人に販売しているとの情報を入手。向こう水博士、及びドローン隊員率いる奪還部隊が SCP、TCG、JPJ を用いて、RE カードイエットと関連があると思われる施設を襲撃、未確認の SCP、TCG、JPJ 数枚と販売者リストを確保。後に販売者リストに記載されていた人物すべてに記憶処理を行い、RE カードイエットが販売したとされるすべての当該オブジェクトの回収に成功した。2014年8月日、SCP、TCG、JPJ のナミランバンシリーズ1の出現を確認。この時期に岬管理員の成長を利用したレアカードの入ったパックを選別するサーチ行為が流行する。そのため、岬管理員は当該オブジェクトに対してノイジー陽性の使用を完全に禁止され、SCP、TCG、JPJ を購入する際、財団職員による監視が必須となった。私、頼まれた時にしかこの能力を使ったことはないですよ。自分で使ったりなんかしてませんよ。本当ですよ、岬管理員。2015年6月、日、オフアイブ全員からの個人的な要求により、各国支部の技術者によって SCP、TCG、JPJ のオンラインゲームの開発が開始される。テスト稼働日は2016年10月、日になる模様。もっと早くできないのか、オフアイブ。2016年8月、日、SCP、TCG、JPJ の日本版シリーズ2の出現を確認。それと同時に、日本支部機関限定販売で芸術分野において優れた才能を持つ木野博士、屋敷博士他多数の財団職員による、イラストリメイクパックが販売され、即日完売となった。イラストリメイクパック収録カード一例。イラスト担当、エージェント、コチューラ。イラスト担当、木野博士。
2016年9月日、SCP、JCG、JPJ において、新たな種類として、相手のクロステストに反応し、そのオブジェクトをサンドボックスに戻すなど、行動に対するカウンター効果を持つ、インシデントカード、の存在が確認される。これにより、2016年12月に予定されている各国支部会議において、現在公式とされているルールの大規模な改定が予定されている。2016年10月、日、ついに SCP、JCG、JPJ の供給が不足する。以降、SCP、JCG、JPJ の販売は十分な在庫が確保されるまで禁止される。やっと購入許可が下りたのに、日本支部理事、ヌエ。2016年12月、日、SCP、JCG、JPJ の販売が再開される。販売に関しては1人につき1ボックス、30パック、までの販売制限が以後設定される。2017年1月、日、SCP、JCG、JPJ を題材としたスマートフォン向けアプリ、およびパーソナルコンピューター向けオンラインゲーム、スピード、カード、プロテクション、オンライン、略してスクポが各国支部にて発表され、当日に稼働を開始する。開発が遅れていたのはアプリの制作も言っていたからだ。スクポ開発管理部。2017年3月、日、SCP、JCG、JPJ の担当職員らによって制作された構築済みサンドボックス、トワゲミームの逆襲、最強霊長類の反乱、アーイキユートイエット、の販売が開始される。映像記録、JCG、JP、J。2013年9月、日、日本支部にて行われた第2回 SCP、JCG、JPJ 世界選手権において、その試合の一部を録画したものです。再生終了、対象、ジャック、ブライト博士、神山博士。復帰。以下の記録は第2回世界選手権準決勝戦において行われた試合の一部を録画したものです。一部、実況の前原博士の音声も記録されています。前原博士。さて、一進一退のこのゲーム。お互いに一歩も譲らず、神山博士のサンドボックスの保護力は現在政府が2ユークリッドが8ケテルが4。ブライト博士のサンドボックスは政府が3ユークリッドが8ケテルが12よ。サイトの合計コストはブライト博士がなんと1神山博士が4の状態でブライト博士が一歩リードかしら。ブライト博士、日本の研究員も、なかなかやるものだね。神山博士、そちらこそ。ブライト博士、では、私はテイルカード、世界を貪る者、を発言するよ。神山博士、聞いたことのないカードですね。ブライト博士、最近発売されたばかりなんだ。このテイルカードは自分と相手のターンを合わせて12ターン後にしか発言できない。効果は自分のケテルクラスのサンドボックスを1枚めくって、そのめくったカードが SCP-2317、異世界への扉、であれば収容違反する。もしめくったカードが違うカードであれば、私はこのゲームに敗北する。神山博士、あなたのケテルデッキは2枚。つまりめくれる確率は2分の1、ギャンブラーですね。ブライト博士、ゲームは楽しくなくっちゃね。さて、運命のドローだ。ブライト博士がサンドボックスの上から1枚めくる。すると会場内の室温が3度低下し、会場内がざわめく。前原博士、あら、空調が壊れたのかしら。神山博士、これは？ブライト博士、私が引いたカードは、SCP-2317、異世界への扉、だ。よって私はケテルサンドボックスより、SCP-2317、異世界への扉、を収容違反するよ。バーチャルシミュレーションによって木製の扉とその枠が投影される。前原博士、なんだか弱そうなオブジェクトねー。SCP-2317、異世界への扉、の確保力は、10？ブライト博士、さて、SCP-2317、異世界への扉、で君のユークリッドサンドボックスとクロステスト。木製の扉が開き、その中から巨大な板状の鱗で覆われた右腕が投影され、神山博士のユークリッドサンドボックスへと振り下ろされる。サンドボックスの保護力は0となり、SCP-6JP、開けろ、が収容違反する。ブライト博士、さて、では私はこれでターンエンドだ。君はどうするのかな？
神山博士。ブライト博士。どうしたんだい？残念ながら SCP-2317、異世界への扉、は他のカードの効果を受けることはないから、デコミッション度に送ることもできないよ。神山博士。私のターン。私は、テイルカード、解放、を発動します。自分のサイト上に、SCP-6JP、開けろ、が存在する場合、SCP-6JP、開けろ、とセーフクラスオブジェクトを1枚ずつ。デコミッション度に送ることで自分のケテルサンドボックスから1体、収容違反することができます。ブライト博士。扉同士、似た者同士ってわけかな。でも、それだけでは私に勝つことはできないよ。SCP-2317、異世界への扉、をどうにかしないとね。神山博士がケテルサンドボックスから1枚カードを選び、収容違反する。するとバーチャルシミュレーションが会場全体に、夕焼けよりも赤い空と、草原を投影する。その後、赤い空の向こう側から、巨大な赤色の鳥が飛来し、神山博士のサイト上にて停止する。この時点で映像は途切れ、音声のみの記録となる。ブライト博士。これは？神山博士。名前はありません。強いて呼ぶなら、黄色の鳥とでも呼びましょうか。ブライト博士。それでその確保力が5しかない赤い大きな鳥は、一体何をしてくれるんだい？神山博士。SCP-444JP は、ミーム汚染の効果を保持しています。ミーム汚染は自分の確保力を犠牲にすることで、クロステスト対象を変化させる効果です。黄色の鳥の、ミーム汚染の効果範囲は自分のサンドボックスだけでなく、相手のサンドボックスも、含まれるんです。ブライト博士。ミーム汚染は、オブジェクトに対しての効果でなく、オブジェクトの攻撃対象を変える効果だから SCP-2317、異世界への扉、にも効いてしまう。つまり、もし私が攻撃するなら、その攻撃で自滅する可能性もあると。神山博士。その通りです。私は黄色の鳥であなたのケテルサンドボックスにクロステスト。そして私の場に存在している確保力3の SCP-132JP、死に入る、でさらにセーフサンドボックスにもクロステスト。これであなたのセーフサンドボックスから1枚収容違反が行われます。ブライト博士、収容違反したのは、SCP-721、ファクトリーのおもちゃ、か。今は特に効果はないオブジェクトを収容違反してしまったな。神山博士。さて、本当の勝負はここからですよ、ブライト博士。ブライト博士。ああ、こちらでも、楽しめそうで何よりだ。ほい。現在、SCP、TCG、JPJ による財団職員と要注意団体との日々の闘争を描いた漫画書籍、HSP、の制作が原作。エージェント、魔王。血の博士によって進められています。また、それに伴い、HSP のアニメーションの制作企画も有志の財団職員によって提案されています。いずれの作品も、完成次第財団購買部にて発売予定であり、これにより定期的に一定の収入を確保することが可能であると推測されています。販売を許可する、日本支部理事、獅子。